ノク、えー、さんインフォデミックね、えー、まさに今そういう状態なんではないかなと思いますもちろん何を信じるか何をどれぐらい恐れるかっていうのは人それぞれ違いますし人に強制するものではないと思いますので、まあ、あの今回の感染症を恐れる方ものともしない方その度合いによっていろいろあると思うんですよ、うん、例えばねある人が飲食店に行ってマスクをするしないで押し問答になってね、まあ、炎上したっていう事態がありますけどもあれは恐れる人と恐れない人が あのまあ出会うとなんですよね、うん、でそこでやっぱりこうねあの目に見えないものでもありますし最近出た概念であるんで何も分かってない部分ってあると思うんですよそれから誤解してるる部分もあると思うんですよ、うん、それから他の感染症と比較しないといけない部分とかね本当にいろいろと厄介なんですけどもあの確かにノクさんが言ったようにマスクをすることが必ずしも健康ではないってことを多くの方は見過ごしてるんですよ。 マスクをするってことは消毒液を吸ってる状態ですよね。で、そのマスクの繊維を吸い込んでる状態なんですよ。そこだけ見るとちょっと気持ち悪いっていうこともね、考えられると思うんですよね。プラス、残念ながら、私たちが手にしているサージカルマスク、あれに感染症、ウイルス、細菌、こういったものを防ぐ力がないっていうことを、やっぱ捉えていかないと、うん、なんかね、あれが万能みたいになっちゃってますけども、そんなことはないですからね。マスクをしてもうんまああの お互いにマスクしてれば一定の安心感ありますけども科学的に見て無意味だと断罪するしかないですねあそこはまあでもマスクをしてれば全部が許されるみたいな感じになってるんで世間体を気にして私はねマスクを細かくしてますね、うん、でもはっきり言ってねマスクにかかるコストってあのはっきり言ってねバカにならないと思いますよ私はものすごく細かく変えてますんで全然いいんですけども大抵の方はマスク使い回したり日をまたいだりとかね こっちで使ったものこっちの環境でも使ったりとかしてるでしょ、うん。だからね、感染症対策してるのか、感染症を舐めてるのか、全くわかんない状態ですね。私から見ると。うん、だからこれもインフォデミックの一部じゃないですかね。うん、正確に何をすればいいのかってことをわからないまま、鵜呑みにしてるだけというね。今でも厚生省のホームページ見たら、なんとかかんとかは単なる風邪ですって書かれてたりするわけですよ。なんだこりゃ、みたいなね、うん。かと思ったらね、あのー、 どのぐらいまでマスクしなくちゃいけないのとか聞いたりなんか食べる時にはどうせマスク外す外すんでしょって言ったらめんどくせえとか言ってね追っ払われたりするみたいなねこんなことも起きますんでそれぞれが自分の思っていることをそのまま行動に移しているだけであってあまりにも温度差がある人が出会うとトラブルになるということなのかなと思いますよね、うん、まあマスコミが悪いとかね情報発信の仕方が悪いとか えー、厚生省が曖昧なことばっかり言ってるとか文化会がいい加減だとかいろんな意見があると思いますけどもうん私はせっかくこういう風うなね情報がたくさん手に入る時代にあるのに情報の選ぶセンスがなければインフォデミックは自分の中でまず起きてしまうんじゃないかなと思うんですよそして自分が思い込んだことを人に話そうもんなら SNS に書こうもんならその勘違いがまたね新たなる勘違いを引き起こして結局それが インフォデミッッククかからパニックへ移っていいくんじゃないかなと思うんですよ、ね、まあ私個人的に見ればね感染症なんてほっとけばいいと思うんですよどうせ人は不老不死でいられないそして危険なものはもっと他にあるってことなんですよあのねちょっとね余談なんですけどもねノックさんねす,すごく面白い現象があるんですよというのは感染症真っただ中な時期にある人がねうんまあ焼肉を3人で食べたんですよ で、感染症対策をしていたのに、その3人のうちの1人が、食当たりを起こしたんですよ。何なんでしょうかね感染症対策はそれほどまできっちりしてるのに、食当たり対策をしてないっていうね。うん、なんかね、妙なことになってきましたよね、うん。まあ、いろいろパロディなんじゃないかなと思いながら見ております。えー、まあね、これからも私はマスクをすると思いますけども、マスクをしながら、これはね、 ある意味コスプレじゃないかなと思いながら腹の中で笑ってるという状態でございます。えー、まあ以上のようなものですかね、ノックさん。ノーマスクで行こうでいいんですいいんじゃないですかね。ただノーマスクで行くといろんなね、思い込み障害が起きるんで、うん、まあ、あえてやらないかなっていうところと、だから結局お互いにやりたくないなと思ってるのを、お互いに言い出せない同調圧力の最たるものが、この今回の感染騒動にまつわるね、マスクなのかなと思いますよね。 まあ、フェイスシールドとかね。なんか、クリアマスクとかしてくだされば、一定の安心感ありますけども、まあ、こういう例もありますよ。町内会でね、感染症がものすごく恐れられているところで、会合を行ったんですよ。で、みんなマスクしてるんですよ。消毒してるんですよ。プリント配るときにマスク外して、ベロで舐めてこうやって配ってるんですよ。バカ野郎と思いますよね。バカ野郎それに対して誰も疑問に思わないというね。 こういう風な世の中でございますはい、いってらっしゃい